にちは。こんにちは。今日はおすすめのチューニングがございますと。はい、まあ、今鉄板使う時期というか、鉄板バイブレーションね、はい、うん、鉄板系、はい、使う時の、うん、まあ、関西の人たちがよくしてるっていうやつをチューニングね、まあ、ご紹介というか、うん、まあ、キムケンとかも、キムケン、木村健太さんね、バスプロデプスのね、うん、あの人とかもなんかこうしたがいいよ、こうしたがいいよみたいなので紹介してあったやつですね、うん、インスピレーションを受けたわけですね。そうですね、はい、いい言い方を、いい言い方、うん、ばっくりじゃないですよ。インスピレーションを受けました。インスピレーションを受けたわけです、はい、はい。で、それはどういうチューニングなんでしょうか。ですね、はい、まあ、関西の方たちがやったりするのが、はい、あの、このダブルフック、はい、まあ、もともとこれついてます、ついてるダブルフックあるじゃないですかね。はいはいはい、ダブルフックですね。で、はい、ですね、これが市販の売ってある、うん、そのまんまのやつですね。鉄板バイブって全部ダブルフックだもんね、ほとんどね。そうそう、うん、ほとんど根掛かりとかそういうのも考えてのことでしょうけど、うん、はい、で、関西の人たちがよくやってらっしゃるのがこれですね。フォースフックじゃん。フォースフックになってますね。 4本針って売ってあるんだ。これは4本針ではなくですね、あのダブルフックをもう1個つけると、うん、へえ、あ、それダブルフックが2つで、あ、本当だ本当だ、見える見える、なるほどね。ダブルフックを前後ずらし、前後っていうか逆背中合わせにしてつけてるんだ。つけるっていう、はあ、なるほどね。はい、で、これをやるのに、うん、まあ、うん、まあ、例えば2個買って、うん、1個を外してこっちにつけて、なるほどなるほど、空いた方にトリプルフックつけたりっていうのも聞いたんですけど、うん、まあ、うんうんうん、ダブルフックだけでも売ってあるんで、うん、それを買ってもいいと、まあ、それを買ってつけてもいいんじゃないかな。あ、でもその方法いいね。どうせ鉄板バイブすぐなくなるから、はい、2つ買って片方のダブルフックを移して、はい、で、何もついてない方にトリプルフックをつけてやると。なるほどね、トリプルでもいいってことだね。とにかく、ね、かかりを良くするわけだね、うん、冬は杭が浅いから。あ、なるほど。こうむくんで意外と引っかかりにくい、うんうんうん、まあ引っかかる率は間違いなく上がるだろうね、まあ、上がるけどね、うん、でもなんかそれ以上に、うん、そのバラしたくないっていうのが強いっぽいね、うん、なるほどね、うん、なんかそれに対してのメリットデメリットみたいなのはありますか。ですねメリットはまあもちろんかかりがいい、かかりがいい、うん、だからもうアタックしてきたらかかるから、うん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 、っていうのと、うん、あ、まあまあもう一番にそれだね。そうだね。で、デメリットはまあ引っかかりやすい、うん、でもそのなんていうんですか、ね、冬動けるバスで、うん、こうでかいやつがこう、うん、やっぱかかると、うん、で、その時に、うん、川一でバラすより絶対取りたいと、うん、それをなんかフックでそっちを中心みたいな感じで、うん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 、で、まあ引っかかってもまあ針が伸びて大体回収できるって言ってた。あー、なるほどね、うん、まあそんな強い針じゃないからね、細軸やし。そうだね、そうだね、メタルバイブの場合はね、うん、うん、で、こうあと一つが、はい、そのリフトアンドホールとかさせたりすると、うん、やっぱりこう糸がこう かかっちゃう、カーンかかっちゃうね、うん、っていうのに対処するのが、うん、このスナップじゃなくて、うん、こういうリングをつけて、ちっちゃいリングをつけて、うん、糸を直接結ぶ。あー、スナップじゃなくてもうリングのみなんだ。はあ、はあはあ、糸を直接結ぶ方がいいよっていう話でした。それはスナップだけど、これはスナップだけど、だけどリングだけだったら絡みにくいジョイント、そうそうそう、いうわけですね。そっちの方がいいって、その、うん、なんだろう、もう一つそのスナップじゃない方がいいっていう理由が、うん、その
でかいやつがかかった時に、うん、まあ、関西とかやっぱ、うん、モンスターがいっぱいいるじゃない。でその70クラスが来た時にスナップだとどうしても伸びちゃうんだって、それが嫌だからリングにするっていう。まあ今回のこれは関西の関東関西のバサーの方にアドバイスいただいた、はい、宗男くんのお師匠様に、お師匠の友達様に、お師匠の友達兼師匠に教えてもらった裏技でした。と、はい、いうことですね。なんか他に、うん、ここもうもうほんとやん、あ吸収するね、するよ、もうすぐまでするからね、すぐ吸収するね、すぐインスピレーション受けるからね。だからまあ、うん、やっぱね、これ今日投げてみたんだ、これで、うん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 、意外と引っかかんない。へえ、俺もちょっとやってみようかな。結構ボトム叩いたけどね、うん、全然引っかかんない。ほうほうほう、いいね、これいけるぜ。じゃあちょっとこれでまたチョーカーを上げて紹介したいところだね、うん、そうだね。ただ今宗男くん忙しくてバス釣り行けてないから俺が自称してくるよ、それで。だからそのルアーくれ。やらねえよ。まあ、okay. ってことで今回は、あ、なんか名前あるらしいじゃんそれ、地獄針、地獄針、地獄針ってことで今回は地獄針の紹介でした、はい、ご紹介でした、ありがとうございました。デュー、デュー。